のご飯です。おいしそう、魚うまそう。はい、いただきます。もういいんじゃない、あの山。 あの山はまだいるの。いや、いるさ。ただ穴物になったら3日ぐらいになくなっちゃう。穴物崩すな。だいぶばあさん崩してたよ。あ、今ばあさん崩してたよ。どこ崩してるの。知らん。俺ちゃんと考えてやったの。場になったら触れるんだから。どうでもかかるのにすぐに邪魔なんだ。ちゃんと考えてやった。何これ。どれ、これのアジのフライじゃない。ああ、あの味噌汁の、あだだだだだだ、味噌汁の海苔ね、少ないかもしれない。ね、今ない。もう頑張って。まだ切っとくから、ほんでね。はい、しょった。これは卵。卵だ。うん、検察も死刑の決定に対して無期懲役を言い渡しました。今年1月に始まった裁判で島津被告は一貫して沈黙し、今日の判決では自分の言い渡しを落ち着いた様子で聞いていました。災害時に自治体が発表する避難勧告と避難指示、政府はこれを避難指示に一本化することなどを盛り込んだ災害対策基本法の改正案をまとめました。政府は今年の梅雨の時期まで発表したい考えで、今の国会での改正案の成立を目指しています。今日閣議決定された改正案では、5段階の大雨警戒レベルについて、レベル4の避難勧告と避難指示は違いが分かりにくいとして、避難指示に一本化するとしています。その上でレベル5の災害発生情報は住民の取るべき行動が分かりにくいなどとして、名称を、あれ水の丸を、いや、下がったんか。いや、うん、でも窓の高さくらいまで来てるわ今。だから大丈夫なんだ、うん、下がってはいないよ、埋まってはいない。見たら見たら、横行って見たら全然見えねえんだ。ずいぶん来たんだな。いや、去年に行かすかね。去年に行かない、今年行かすかね。俺、去年に帰る、うん。また、この前の雪でさらに埋まった。まあ、前に大丈夫だ。それで溶けるわ、明日。うん、今晩は雨です。人参差し上げます。美味しいんだよ。だから俺、甘い人参好きじゃない。いや、人参食べる人好きでな。なんだこれ。むしろね、餅入ってんの。餅とね、卵の巾着。餅入りと。いくやな、お前、喉を見つけます。いや、ちっちゃくしたくな。ゆっくりくらい。溶けちゃって、餅、中で。はみ出でしょ。むくんだから。溶けとる。すごい溶けるわ今日。あ、しずく。地域したらちゃんとなってくるんだね。
浅草12、東京15度ある。うん。何もない。でも浅草の方がいいな。浅草の方がいいな。ここはね、今日12点。北海道に拾ったらね、東京に拾う。風あるからちょっと寒いよ、うん、風なかったらいいけど。一方、今夜には寒冷前線が道内に近づく影響で、今日から明日にかけて日本海側を中心に次第に雨が降り、気温が下がる地域では雪となる見込みです、うん、夜雨か、夜雨降る、雪だ、雪も降るだわった様子などを伝えるパネル展が開かれている東日本大震災による津波や、あ、まあ、水はうまい。早く帰りにかもな、帰りよったんだけど、帰りよったんだけど、うん、あの人うちなんか入ったの、帰りなさいって時間あるから入って、これ見て喜んでたの、キャーキャー言って電話来たの。だから電話出れないの、もじもじした私と一緒で、そっから電話来たの、車来たからおいでって帰る。あと車電話来てるんでね、前上がってしまってね、どうしたらいいのかね。あるんだったのに。誰も来ないな。来ないね。でも、あぶったらね、隣行ったらね、年寄りが多いから来るんだって、7、8人来るんだって。いや、待ってるんだ。大方みんな出てくる。場所によったら、うん、場所違ったら人来る。うん、だね。おいしいけど、えらいドロドロになってました。餅一つ爆発したんだって、だって。コロンっていう時間、毒があるって言ったんだね、ここに。穴開いてたんだね、の網に。そっから出てきたんだね。ドロドロになっちゃった。写真か、すごいな、すごい写真だ、すごいね、プロトップね、
福原はいちゃん離婚かい。いやいやいや、そういう疑惑だから本当のこと。無駄払ったらどういうことだ。いじめるの。それを旦那側が認めているわけではないって言って
ハンバーグ美味しかった。まあまあ。何？ハンバーグ。ハンバーガー。ハンバーガー。まあまあ。普通。惣菜の味。惣菜は盛況でしょ？うん、そう。なんか一個。2個あったからうまそうだ。この人、7人も子供いるんだよ、橋本さん。うん。うん。はい、ごちそうさまでした。魚は晩に食べてください。はい、今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。